ウチサウチサ、お疲れ様です。役者はめちゃくちゃ暑いですよ。最近動画はなんかビールに合う料理を作ってるんですけど、今日もそれをやっちゃおうかと思ってます。なんか違う話をしない。セダーだな。すごい。セちゃんとアスピンの方、お料理チャンネルのお時間がやってきました。今日の課題は、今日はビールに合うおつまみちゃんを作っていきたいと思います。枝豆がすごいことになりますんで、名前がわからん。名前なんていう名前知ってる人がいたら教えてください。もし知らない人がいたら勝手に名前をつけましょう。募集中です。レッツクッキング。枝豆をボイルします。ボイルしていきましょう。ニンニクをみじん切りにします。リズムカレーのみじん切りにします。みじん切り、粗切り、ちょっと大きめに、はい、揚げます。すごい。水を切っておきましょう。鷹の爪を刻みます。大きめでもいいし、種を入れた方が絡みやすいです。半分ぐらい種抜いてあげる。切っていきます。爪入れましょう。入れます。はい、塩入れましょう。醤油入れます。はい、ガーって煽る。もう油を入れます。 1,2,3、 はい、もうちょっと入れます。はい、ごま油を透明に入れます。はい、終わりです。完成。盛り付けましょう。